あ、ガムテープある。ある。心を静かに。じゃあ最後の3期目の、交番ですかね。市議会議員選挙で彼女が笹岡さんはビジュアル的には非常に優しくて温厚な感じの方でありますが、しかし身はしっかりとしてなかなかすごいですよ。実は私が最後の3期目の、後半ですかね、市議会議員選挙で彼女が20代の市議として登場してきた、ね、そして約2年半ぐらいですかね、毎回の議会で一般質問を必ず出され、昨日昔の記録を見てみたら10回ほど質問をされてるんですね。その質問も多様な質問でした。子育てというテーマがあるにしろ、さまざまな福祉だとか障害児だとか障害児支援だとか、あるいはバリアフリーだとか経済の活性化だとか環境問題だとか、さまざま多岐にわたる視点を子育てを軸としながらも多様な視点で、かつ自らの体験と熱心な研究を踏まえての提案をいただいたかと思います。当然のことながらその提案に対し武蔵野市もその後のさまざまな施策に反映してこれたのではないでしょうか。したがってこのように笹岡さんは若い世代の代表ではあるけれども、それ以上にさまざまな経験を秘めた、これから武蔵野市を引っ張っていく人物にふさわしい、私は確信を持っております。政治に興味を持ったのは311の原発事故がきっかけです。当時日本が経験したことのない未曾有の危機に幾重にも襲われ、多くの方が傷つき国民も分断されたように感じました。そこで政治と生活は離れているようでも実は密着していて、関係がないなんてできないんだっていうことに初めて気づきました。私は当時赤ちゃんだった子供を抱えながら、子供たちの時代により良い社会を受け渡していくには、おかしいと思った時におかしいと思った人が声を上げなければいけないし、大人としてその責任があるんだと真面目に考えました。先人たちが大切にしてきた思いを受け継ぎ、新たな価値観も入れながら一人一人を大切にできる自治体を作っていきたいと思っております。30代真ん中の世代として、上の世代と下の世代をしっかりとつないで、ある意味橋渡し役を務めて、子どもたちの世代により良い武蔵野を受け渡していきたいと思っております。それが一番の私の思いです。私は子育てと介護のダブルケアの目線で優しい街、つながる街を作っていきたいと考えております。掲げているのはまず子どもからお年寄りまで全ての世代のニーズに応える地域包括支援です。現在システムの狭間にいて困っている方々を網の目のように地域ネットワークとチーム力を持って全世代型で支援をできる街を作りたいと思っております。私も子育て世代の当事者として大変さ、忙しさ、まあなんとかなるでしょうとなかなか思えない世の中への漠然とした不安感を抱えています。安心して産み育てられる武蔵野はもちろんのこと、子どもたちが大切にされたという実感を持って羽ばたける街を作っていきたいと思っております。11月の5日に初めて記者会見で退任をすることを発表したときには、
後継指名はどうされるんですか、後継候補はということを聞かれました。その時にも私お答えしましたが、村上さんの時もそうでしたが、私自身も後継指名をすることはいたしません。市民の皆さんと、また市議会議員の皆さんと話し合いの中で候補者を決めて、その決まった候補を全力で応援したい。平和と市民参加、この大切な市民が主役の姿勢をさらに進めて発展させる方を全力で応援するとお伝えし、今日この瞬間を皆様と共に迎えられることができることを本当に嬉しく思っています。ご指摘いただけますけれども、友人の皆さんたちで組織をし準備を始めております。お願いをしている政党につきましては、立憲民主党、日本共産党、生活者ネットワークの3社とはもうすでに要請のいろんな調整を進めているところでございます。要請しているということでいいんですか。はい、わかりました。完全に無所属という形、無所属ですね。はい、私自身はこの市民選挙が、武蔵野市が大事にしてきた市民中心の自治が続いていけるのかどうか、こういったことが争点だと思っております。この村上松下市政と続いてきた18年間は、市民が中心となって市民参加で市民自治を推し進めてまいりましたので、この体制をより発展させて市政をつないでいけるかどうか、こちらが私としては争点だと思っております。そして初の女性市長として奮闘されたのではないかと思っております。このコロナ禍をみんなで乗り切ったということは一つ評価できることだと思っております。そしてそうですね、財政面に関しても私は評価できると思っております。健全財政を続け、資債を減らし基金を増やしている、このコロナ禍においても健全財政を維持してきたこと、そして高校生までの医療費無償化や暮らし地域応援券を3度発行するなど、市民の暮らしを支える施策を次々に打ち出したことは高く評価していくことだと思っております。ご不満があることは、そういった声を受け止めながら、私が変えるところは変えてより発展させていきたいと思っております。住民投票条例の考え方ですけれども、住民投票条例というものの本来の意義は住民の権利ですので、住民にとってプラスになると思っております。基本的には賛成でございますし、自治基本条例で決まっていることでもあります。しかしながら、この要件に関しては、合意が必要だと思っています。もっと議会や市民の声をしっかりと聞いて、大多数の市民が賛同する形で進めていく必要があると思っています。そもそもなんですけれども、私は採決場にはおりませんでしたが、一票差で決めるようなものではないと思っています。これはじっくりと議論をし、時間をかけて武蔵野市にとってどういった形がいいのかといったものを、議会と市民の方々の熟議と合意形成を経て、多くの、支持を受けるような形での制定が必要だと思っております。私は武蔵野市における学校給食については、その高い質が半世紀以上維持されてきたことについて高く評価しておりますので、この高い質を維持した状態で学校給食を無償化するというのはいいことだと思っております。じゃあ、無償化を目指されるっていう捉え方でよろしいですかね。はい、はい、そうです。はい、ありがとうございます。ただし、武蔵野市の学校給食、食育振興財団がずっと保ってきた質を保つということをまず一番に考えております。まず子育て当事者としての武蔵野市における課題でありますが、子育てが家庭が抱える課題というのは複雑化し複合化し、
一筋縄で解決できるものではないというものがたくさんあります。私口が思っているのは、そういった相談支援体制を整備すること、そして昨今は不登校や行きしぶりの児童生徒もたくさんいらっしゃいますので、それらの、学習機会が失われないこと、これに対する支援をどんどん拡充していきたいと思っています。また子育てや療育などへの支援も子育て世代としてはやっぱり大事だと思っておりますので、そこもしっかり進めていきたいと思っています。なぜ311から政治家につながったのかということだと思うんですけれども、まず311で、私は強烈な政治不信になりました。子育て世代として子どもたちを守る、方策をもっと取ってほしいというふうに思ったのが一番の疑問、政治への疑問っていうのがあります。そして政治の世界を見たときに、私たち子育て世代の声を代弁してくれるような人がいないのではないかなというふうに思ったことが一番大きかったかなと思ってます。その声を代弁する人がいないのであれば、新しい選択肢として誰かがやらなければいけないわけで、勉強を重ねていく中で勇気を出して自分のまずは町から変えていくことができるのではないかというふうに思ったのが一つ大きかったかなと思っております。はい、まずもって日本に暮らしてると見た目もみんな同じなんです。なんですがブラジルに行くと、もちろんブラジル人といってもブラジルは多民族国家ですので、いろんな見た目の方がいらっしゃって、いろんな特色を持っている方がいらっしゃって、そういった中でアジア人ということをとても意識しました。またマイノリティに関しては、コロナ禍で、コロナのウイルスのことで世界中でアジア人差別が課題になったこともありました。他の方々の声を聞くと、怖い思いをしたとか差別的なことにあったとか、そういった経験談もあったわけでありますが、ブラジルはそういったことがなかったんですね。ですので、緊張して外に出たりしながらも何かされるかもしれないとかあるかもしれない、ニューヨークとかのお話を聞いていて思ったんですが、ブラジルはこの多文化共生という部分がとても進んでいることもあり、そういった差別的な扱いをほとんど受けたことがありませんでしたので、そういったところでも強くこの寛容さとかその多様性を力にしているところっていうのを実感したと思っています。